はい、皆さんおはようございます。今日は1月9日月曜日、成人の日ですね。現在時間は9時40分朝のね。ちょっと今ね、塩をかなり食らってますけど、ポチったものシリーズという、ポチったものシリーズでもないんだけど、ちょっといろいろポチってね、それらのテストを兼ねて走っております。何ポチったかと言いますとね、 KLX に乗り出してオフ車だからね、一応オフロード用のあのなんつうの、日差しがついてるメット、ああいうの欲しいなと思ってたんですよね。まあただあんまりね、洗いとか、省エネのが別に高いのはいらないんだけど、安くていいのないかなと。最初にね、目についたのはね、ウィンズってメーカーのやつかな。ウィンズ結構ね、被ってる人いますよね。そこのオフのメットはね、インナーバイザー付きなんですよね。俺もう最近もうインナーバイザーがないとね、生きていけない体になってるから、ほんとそれがね、良かったんだけど、二輪館にね、この間立ち寄った時にちょっとフィッティングしてみたんだよね。多分一番でかいのが XL だと思うんだけど、XL がね、全然入んなかった普段のね、兜とか照英はXL でちょうどいいんですけど、あとは本当にね、特になんつーかいいのがなくてね、もうアマゾンとかヤフオクでこう激安系のね、まあ KLX なんてまあ原付なんだから何でもいいやってことで探したんだけど、目についたのが一品ありまして、目についたというか、まあデザインがね、ちょうどこの KLX のね色とマッチしてていいなと思ったのが、台湾のね、ソルの SS1 っていう型番なんだけど、そのメットを試しにポチってみました。よく中華メットなんかでね、5000円とか6000円で売ってますけど、これはね、それなり1万6000円で買いましたからそんなに激安ってほどの安くはないんだよね。まあ海外製のメットってあれなんだよね、サイズ感が本当に分かんないよね。よくね、一つ上を変えって書いてあるんだよね。よくなんだっけ、いろんなネタのメーカーだと、ソルってメーカーのはね、あんまりね、ググってもね、持ってる人がね、本当に少ないんですよね。ただまあ数名いた中でも、サイズ感はね、日本のものと一緒で大丈夫っていう方がほとんどだったんで、 XL にしてみたんですけど、怪しい日本語のね、通販サイトから買ったりして、本当に届くんかなとかね、そういうのも思ってたんですけど、無事にまあ届きまして、現在被ってるわけですけど、まあ買う前に調べたところによると、すごくね、通気性がいいよと。通気性がいいどこじゃなくて、通気性が良すぎるって書いてあるんだよね、ブログを書いてる方の言い分だとね。台湾ってことで蒸し暑いってことで、かなり通気性をよく作ってあるんじゃないかということですね。それはでも本当でした。通気性がいいってのはね、ジェットヘルかぶってるぐらいの通気性、顔がスースーするまあそれで通気性がいいってことは、多分ね、そこら中にね、ポコ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 穴が開いてると思うんですよね。だから多分風切り音もかなり多いと思います。うるさいと言われてる兜のメット用がだいぶ静かに感じるぐらいうるさいね、これ。まあ、とりあえずそれで XL 買ってみて、まあぴったりでしたね。大きすぎず小さすぎず、それと重さはかなりありますね。まあそれでこのシールド部分もかなり広くて、視界はすごくいいですね。それでまあインナーバイザーがないんで、今もう透明のねシールドだけなんで、冬の日差しはちょっとねきついかなと。スモークのねシールドとか別で買うと4000円ぐらいかな。まあ今後このメットがね調子良ければそれも買ってもいいかなと思ってんだけど、あんま色付きシールドも好きじゃないんだよね。ソニーのカメラをサイドにマウントして撮っておりますが、ちょっとあれかな、ちょっとヘルメットの先っちょが映り込む感じ、なんかねアヒルの口みたいな面白い形状なんですけど、
安くてこういうグラフィックがついてるヘルメットなんで、塗装とかそれなりこの、まあ、メット本体のね塗装なんかまあまあ普通なんだけど、ちょっとこのひさし部分ちょっといい加減後から思ったのは、ちょっとね君あのバイクとねヘルメットで色揃えすぎじゃねえのって自分でね後から思ったね。やっぱ黒地のメットの方が良かったかなとかね。一応白が基調にグリーンとブラックのグラフィックが入ってるメットなんで、自分のメット史上一番派手なメットになったんだけど、本当に通気性いいわこれ、夏向きだわ、スースーする、顔はさみ、それほど使うもんじゃないんですけど、インカムね、インカムも、まあ、今メインのね兜のシステムヘルメットのいぶきってやつにB コムのがついてますけど、もうあっちはあっちでつけちゃったからいじりたくないんで、こっちはこっちでね、これも中華ね、まあ中華だけど一番でもね使ってる方多いよねっていうやつ、フォーライダーズとかシックスライダーズってあるじゃないですか、アマゾンでインカムって入れれば多分ボコボコ出てくると思うんだけど、そのねフォーライダーズって方のリモコン付きのやつを買ってみました。 KDX リモコンつけるね、ちょっとスペースがなくてね、あんまりちょっと研究が必要、まだ昨日来たばっかなんでリモコンは今日はなしね。あとねこの中華のね、中華だけじゃない、まあ安いやつのねあれマイクがちょっとね困るんすよね、フレキシブルなやつ、それでねすんごい先っちょがでかいのよ、あれをねつけるのに困ったもんで、つけるのに困ったというかね、つけようがないんだよね外側につけて内側に持ってきてもいいんだけど、どうも無理やりすぎてね、どうも嫌だったんで、まあいいやと思って昨日そのマイクだけぶった切ってね、ぶった切るとまあ中に細い線がね2本赤い線とね白い線が入ってるんで、まあプラマイだと思うんで単純にね、それに、まあうちに転がってた普通のねマイクをハンダ付けしてワイヤーマイク化して、今まあ喋る相手いないんだけどメットの中にね入れております。あとこのメットね、まあ安いメットにはほとんどないんですけど、インカムのスピーカーをつけるためのねくぼみ、当然ないからこれも普通にそのインカムについてたスピーカーをそのまま、つけるとねちょっと厚みで耳が圧迫されちゃうんで、インカムのスピーカーのね衣を取ってね、スピーカーを中身だけを出して、これそれでこのメットのなかなか気が利くところというか、耳元にそのスピーカーを入れるためのポケットがね内装にねついてるんだよね、ポケットスピーカーがね入るだけの、そのポケットにねそのもうむき出しの無垢のスピーカーをね突っ込みましたね。そしたら耳もね圧迫されることなくちょうどいい感じですね。安物なのかどうか知らないけど、今はもうまあスマホとは Bluetooth でつながってるんだけど、なんか例えば曲聴いたりねなんかするときに、曲を小さくするとねずっとねジジジジジジジとはねノイズが聞こえてますね。まあいやそもんだからしょうがねえかとかね思ってるんですけど、これもね個体差による差があるかもしれないですね。それがすごく気になったかな。まあでもただこのそれ部屋の中での話なんで、走りながらだったらね気にならないかもしれない。ちょっと後で、ナビもやってみようかな。それでまだインカムの録音システムまでは試してないですよね。あ、試してないというかまだそういう工作はしてませんね。それとあと一品ね、昔買って使ってなかった耳に入れるマイク、イヤホンタイプのねソニーだっけ、その耳の穴から声を拾うんだよね。イヤホンの反対側も穴が開いてて、このインカムのスピーカーが音も拾えるという、まあ、優れものっちゃ優れものなんだけど、やっぱり口からのね音声じゃないんで、ちょっとそれ使ってる方のやつを聞くとちょっとこもり感を感じましたね。ちょっとそれ持ってきたんで後でね使ってみたいと思いますけど、
まあ、はっきり言ってそのタイプのマイクが良ければね、それが一番いいんだけど、このメット意外とね、この口が出っ張ってるようでね、メットの中はあんまりね、口元のスペースがなくて、ちょっとマイクの設置場所に困ってるんですよね。今ほんと口の真横にね、マイクがちょっと触ってる状態ですよ。ちょっと気になる。なんて今日はね、そのいろんなね、試したいことのテストですね。雨上がりだからね、林道なんか行きませんから。ほんとこのメットでもスカスカというか、いろんなとこに穴が開いてるというか、だからね、かなりエンジン音も聞こえるんだよね。まあそれはそれでいいんだけど、うん、声が聞こえないほどの風切り音がなきゃいいんだけどね。どんな感じなんだろうこれ。許容範囲ならいいけど、一応元ブログなんでね、声がねキモくても、せめてね、何言ってるかね分かる、うん、そういうのをちょっとね明瞭にしたいんですよね。声がキモい、話がつまらない、それはまあいいからせめてね最低限何言ってるかね分からない状態だと、うん、自分的にも嫌なんだよね。あと本当にこれ、今回サイドマウントにしてますけど、ソニー純正のね、これもね買ってあって使ってなかったのがあってちょうどよかったんだけど、ソニー純正のヘルメットサイドマウントにするアタッチメント使ってます。うん、サイドマウントにはねこれいいね。まあそれでね、インカムもね、安いね中華にしてみたけど、自分の場合はね、1対1が多いんで、ほとんどね、ほぼ1対1だよね。なもんで、まあそれで相手がねセナだったりビーコムだったりするもんで、どっちにしてもね中華でも何でもいいんだよなと最近結論が出ましたあと意外と俺ね、意外とだよ意外とこだわってるのがね、このカメラの水平具合。なんか今回これちょっと右上がりな感じ、どう、こんなもん、わかんないんだよねこれね。若干右上がりな気がしないでもない。このメットのアヒルの口みたいのが左下にあるのも気に入らないけど、まあしょうがない。これはかえってちょろんってあるぐらいだったら、シールドが少し映るぐらいね、モロサイドにしちゃった方がいいんかなこれ。最近ねそう思うようになったんだよね。サイドはサイドの良さがある。今回のこのメット、まあソルってメーカーなんですけど、台湾の、あとなんだっけかな、 GMAX だったかな、そういう名称でも出してるんだよね。それでとにかくいろんなねグラフィックがあってね、その辺が楽しい。 GMAX っていうブランドではね、北米、うん、アメリカで展開してるのかな、そっち方面行くとね、うん、まだなんかかっこいいねグラフィックがあるんだよね。 GMAX ブランドと、まあメット自体は同じなんだけど、グラフィックでねなんか差別化を図ってるのか。すげえな。だから昨日のそのすごい暴風だったから、この砂がこんなね国道まで来ちゃったんかな。すげえな、怖いなこれ。本当にジェット並みの通気の良さなんで、走ってさえいればねほぼ曇りませんね。なんか南伊豆に入ったら寒いですけど天気悪いんだけど、ちょっと弓ヶ浜の方を見学していきます。一回そこでカメラとかクリーニングしたいんで、それでマイクをね耳に刺すタイプのマイクに変えてみましょう。どのくらい違うか。青木サザエ店に来ました。伊勢海老ラーメン食べたいとこだけど、現在財政難なんでやめときます。はい、南伊豆のね弓ヶ浜でちょっと休憩しました。なんかね雨降りそうなんですけど、全然予報と違うんだけど、およそ300メートル先、左方向です。それとですね、あ、なんか雨が降ってまいりました。なんだよこれ。まあ、そういうことで今日はね、こっち来たものとこっちであったものの
お話をねしてみました。ご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。